はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今年もいよいよアイスコーヒーが美味しいシーズンになりましたね。今日はですね、そのアイスコーヒーを、大きく、3種類に分けてご紹介と、そのうちの一つを入れていきたいと思います。今日まずご紹介するのはこちら、はい、マックマーのカフェメタルを使って入れる、金属フィルターを使ったアイスコーヒー、急冷式のアイスコーヒーでございます。よく言うアイスコーヒーって大きく分けて3種類あって、一つが今回の急冷式、普通にドリップとか何かしらの普通の抽出をして、それを一気に冷やすっていう方法ですね。これが一番多分癖がなくて誰でも多分受け入れやすい、一番こうアイスコーヒーらしい味かなって個人的に思います。で、二つ目が水出しコーヒー。これ去年もやったんですけど、簡単に言うとお湯ではなく水でコーヒーを抽出するっていう方法ですね。結構時間かかるんで、ちょっと、前の晩に仕込んでいく必要があったりだとか、あとは味自体にちょっと癖があったりするので、そこ好みが分かれるところかなっていうところではあるんですけど、詳しいことは別の動画でまたやりたいと思います。で、3つ目がね、カフェアメリカーノってやつ。アメリカーノっていうのがいわゆるドリップコーヒーを使ったコーヒーではなく、エスプレッソですね、濃いやつを使ったメニューなんですよ。で、エスプレッソっていうとちょっと難しいイメージをいただかれる方が多いかと思うんですけれども、意外にもこれが一番簡単だったりするんですよね、難易度的には。その3つ目もね、今後の動画で紹介していきたいと思っているんですけれども、とりあえずは、今日はこちらのね、一番スタンダードなドリップコーヒーを使った急冷式のアイスコーヒーをやっていきたいと思います。これ本当うまいんですよね。僕やっぱりね、このマックマーで入れるのが好き。いろいろ試したけど、やっぱペーパードリッパーよりもね、マックマー、この金属フィルターを使って油分までね、こうしっかり落とした方がやっぱ飲み応えがあるんだよね。さあ、それでは早速、豆を測っていきましょう。はい、本日使いますのはこちら、堀口コーヒーのホンジュラスの深入りですね。基本的にはアイスコーヒーはフルシティ以上のコーヒーでやった方が、苦味がしっかり出て飲み応えがあるかと思います。もちろん浅入りでもいいんですけど、その場合ちょっと酸味が際立ったりとかするんで、そこは好みで、分けてください。じゃあ今日はとりあえずこのホンジュラスでいきましょう。で、分量は本当大体でいいんですけど、普通のホットコーヒーで飲むドリップよりも 1.5 倍くらい豆を増やします。これはシンプルにコーヒーが氷で薄まるっていうのももちろんありますし、もう一つ、液体が冷たくなるとコーヒーの味ってこう舌で感じ取りにくくなるので、その分豆を増やしてあげて、しっかりとした味を作ってあげるってところですね。よし、 OK。 はい、じゃあ今日は 27g 使います。でですね、やっぱりお家で美味しいコーヒーを入れようってなると、どうしてもやっぱり必須になってきてしまうのがこちらの、コーヒーミルですね。ただこの夏の暑い時期ね、アイスコーヒー飲みたいになった時に、手引きでゴリゴリ5分10分かけて、なかなか汗だくでね、大変だと思うんですよ。ということで、やっぱりこういったね、電動ミルっていうのは夏に特におすすめかなと思います。ただこういった大型のミルは今結構高騰しているんで、一番のおすすめはこれですね。電動でブイーンと回してくれるこのスマート G が、一番おすすめかなと思います。この引き目をですね、普通のペーパードリップより若干細かくするのが僕のおすすめですね。そうすることで粉からの抽出が早くなって、しっかりとした苦味のあるコーヒーが出しやすくなります。じゃあ早速、豆を引いていきましょう。入れすぎたかなギリギリかな。いけるいける、ギリギリはい、いきます。もちろんね、夏の暑い時にこう汗だくになりながら、こうあっちいあっちいながらゴリゴリねするのも、またおつなもんではあるんですけれども、僕もやったんですけれども、毎日やりたいわけではないよね、決してね日常的にね、美味しいアイスコーヒーを入れて飲みたいなっていうんであれば、やっぱり電動ミルはいるかなと思います。はい、こんな感じで引けました。はい、それでは早速ドリップをしていきましょう。お湯の温度はだいたい90度でいきます。で、これがホットであればこのサーバーも温めるんですけれども、今回アイスなんでね、特に必要ないのでこのままいきます。
全体にお湯を注いでしっかりと蒸らします。ここはまあ普通のドリップと一緒ですね。いい香り。やっぱり暑い夏でもね、こう美味しいね、いい香りのコーヒーを、まあ、飲みたいじゃないですか。たまらん。はい、じゃあ蒸らし終わったらドリップしていきます。このマックマのいいところはね、このコーヒーの持っている油分をしっかりと落としてくれるところにあって、これがね、アイスコーヒーにしてこう冷えた時にでも、油分がねしっかりとしたコクになって飲み応えをね作ってくれるんですよ。下ろします。よし、OK。とりあえず美味しいホットコーヒーが出来上がりました。すごくね、いい香り。結構濃いめになっております。美味しそう。はい、というわけでね、こちらできましたアイスコーヒー、早速いただきたいと思います。出来たてがね一番美味しいんで、いただきます。しっかり冷えてる。やばい、うまい。めっちゃクリアにできたな。だけどしっかり油分のコクがあって、深入りの苦味がめっちゃ出てる。こんだけしっかりこうキレのある苦味だと、でクリアだと、この夏の暑いね、うだるようなこんなデロデロになった中でもこうシャキッとね目が覚めるような、そんなお味。うめえな。で、あとポイント言うと、以前までね、僕このアイスコーヒー氷にそのまま入れずに、サーバーをちゃんとその状態で冷やしてからコーヒーを入れていたんですよ。その方が味がこっちで固定されているから、氷によるこの変化が少ないんですね。だけど、まあ、正直ね、ちょっとめんどくさいなと。まあ長年コーヒーやってるとね、まあ、ちょっと減らしたい手間ってのあるんですよ。最初はこだわっていたんだけれども、まあいいかなっていうちょっと妥協点ですね。まあ一番手軽で、まあ、続けやすいってなると、まあ最適解を求めるようになるじゃないですかっていう、まあ逃げ道。まあ自分的に納得できる妥協点をね探して、現状氷にそのまま入れるようにしています。でもだからこそね、このコーヒーはしっかり濃く抽出するし、氷をたっぷり使ってね、しっかり急冷してアイスコーヒーにしてあげます。うまい。こんだけしっかりしてるとね、もちろんガムシロップとか、あとは軽くレモンとか絞っても良さそうだし、ホットの状態で前紹介した蜂蜜をね溶かす蜂蜜アイスコーヒーにしても面白いと思いますし、変化無限大です。で、やっぱり癖がなくて、万人に受けると思いますし、慣れ親しんだ味がしますね。あ、これがコーヒーだ、アイスコーヒーだなっていう、ほんと知ってる味って感じ。だからとりあえずアイスコーヒーを始めたいなって思った方は、まずここから始めた方がきっといいと思います。で、よりクリアさを求めたい場合はペーパードリップ、普通のね、あの V60 とかでやってもいいと思いますし、ただマックマのこのカフェメタルを使って入れると、結構目が細かいんで、そんなに粉とかって落ちないし、こう粉するとかそういう感じではないから、どっちかというとね、油分によってこう味が丸くなる感じはします。たまにね、ホットコーヒーでも甘いコーヒーっていうのがあって、大体2種類あるんですよ。酸味とか結構しっかりある浅入りの方で、豆の持っている個性として果実感とかで甘いねっていうのと、もう一つ深入りの方でこう油分によっての甘さ、やっぱね、舌がね、料理とかと同じで適度な油分があると甘さを感じたりするんですよ。それに近いから、どっちかって言ったらね、この金属フィルターの方が優しいかもしれん。究極のクリアさを求めたい場合は、まあ、ペーパーと、まあ、そんな感じで、使い分けたら面白いかなと思います。
いやしかしうまい。これがあればね、夏乗り切れますよ。まあ、正直手軽さの面でいうと他のものに軍配が上がるんだけれども、まあ、これにはこれにしかないね味があるんで、ぜひぜひ美味しいアイスコーヒーが飲みたいなって方はアイスコーヒー急冷式でやってみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、今日はアイスコーヒーの、急冷式のご紹介でございました。今後ねまた別のものもやっていきたいと思いますんで、ぜひご覧ください。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。